寝てるそばで踊っちゃう <laughs> <ン>私はいつも隠れていつも一人なのでもね夢さんもしかしたら一緒にいてくれる人がいるかもしれないって思うのわ私だって戦います <laughs> 隠されたものを見つけるために 私たちは眠りにつくのうぅぅあっ葉っぱがザワザワする音よねでも怖いから杖を抱きしめてよ <laughs> 人間は目が覚めたらいろんなことを忘れてしまうのねあなたがいることに人間は気づかないみんなの影の中に広がっているから夕暮れの空が赤く染まるのは 夜に見られてるからだと思うの。わ、私の勘違いかな。自信を取り戻すまで、ちょっと時間が必要だわ。ついてきてくれて嬉しいわ、夢さん。人間は、いい夢をって言うけど、本当にそう思ってるのかしら。静かなものこそ強いもの。だから私も静かに話さなきゃ。 まだあなたは輝けるのですよえー、っと見られてない見られてない私のひずめの音、力強いでしょあ、でも別に、私が、あの、うん、世界がこんなに豊かだなんて気づかなかった 気はどんな人間も持っているのね昼に見る夢夜に見る夢それに朝や夕方に見る夢もうういやえ人間に会ってみたいな遠くからなら私のこと見えるのかなまだ見ないで心の準備だ やりたいことがたくさん、楽しいことがたくさん。魂が咲き誇っているわ。ただ夢を見るだけではダメ。この痛みから学ぶのです。これは私の悪夢それとも、あなたの、うん、悪夢というのは欲望の裏返しで、上下も逆さまで、それから、うん 頭がクラクラする。えいその、えいも、もう一度だけ、周りを見渡しておきましょう。あの、ひょっとして、もしかして、多分、ですけど、一緒に夢を見ませんかお眠の時間ふん、はあ、いいリリア、もう転んだらダメよ。 大丈夫もう転ばないもう転ばないああ私何も履いてないあ人間の悪夢ってこんな感じなのかな世界中にある美しい夢が本当のものになりたがっているの。私とリリアでパーティーをするのほんとごめんなさいえへへへへへ 子がベッドで眠ってる。ねえ、夢さん。あの子のところに行ってあげて。人間にはいつも驚かされるわ。自分の気持ちを。本当の本当に思っていることを言わないなんて。どこにいるの迷子の夢さん。夢の木のお家まで連れて行ってあげる。それ夢が育むのは森だけじゃないわ。 跳ね回って、声を上げて、歌い踊ろう夢ってとっても面白いの。羽が生えてることもあるし、ドロドロしてることもある。シャボン玉みたいに、私を乗せて飛んでくことだってあるんだから。んんんん夢さん、一緒に杖を握っててね。人間は毎晩、眠る時にいつも魔法をかけているの。 自分が雲から生えているみたいな気分。目覚めをされ、眠りを来たれ。迷ってこの庭を訪れる者もいます。そして、自分を忘れるためにこの庭を訪れる者もいます。アーリー、あなたのように。森の木がみんなコブに覆われてしまった。悪夢の詰まったコブに。夢の見方をみんなに思い出させないと。 鳥さんあなたの夢は、あ <laughs>、んごめんね。複雑な気持ちも、ねじれた先は未来につながっているの。あなたの夢に呼ばれてきたんです。め、迷惑じゃないといいんですが、あ、迷惑でしたか。夢さん、いいこと教えてあげる。実は、な、なでもない。 誰かが聞いてるかも。ご機嫌よう、人間さん。また会う日まで、夢のみんな。そ、そんなつもりじゃアイバン、私はもう新しい目じゃないけど、嫌いになったりしないべ、別にどっちでもいいんだけど。怖がる必要なんてなかったのね。 お話できて嬉しいわ、夢さん。私、ずっとキラキラしてた。どうして誰も教えてくれなかったの以前にもお会いしましたかお互いが見て、そして忘れた夢の中で。それって、素敵だと思いませんかリリア、恥ずかしがっちゃダメ。自分らしくなるの。とってもおかしな、本当のこと。 私が夢を集めれば、人間はまた夢を追いかけることができる。もう、隠れてよ、ずっと。母なる木には、たくさんの花が咲いていたの。いつか紹介してあげるわね、夢さん。目を開くには、目を閉じないと。お、お静かに今は夢が眠っている時間です 見せるのねキラキラの子そしてたくさんの苦しみも夢のみんな一緒に遊びに来たのあれは本当に私だったの夢はこうやって生まれるの楽しい気持ちは笑顔の種をまくの夢の中でならちゃんと挨拶できるのに ここでは歩いた方向にちゃんと進むし、通った場所はいつも後ろにある。だから人間は迷子になるのね。見て私咲いてるおやすみなさい。次はもっといい夢が見られますように。ふわっ一緒に咲きましょううわこれがあなたの中にある魔法。 敵が来たって大丈夫目は合わせられないけどあ <laughs>、私といれば大丈夫よ夢さん起きてくださいね起きて木の根っアラキの猫さんあと少しで転ぶところでしたよ 不思議なのねそんなのってないよへや森に夜のたわりが降りて木の葉の音が眠りに誘うのなのにどうして誰も夢を見ないの夢は生き続けるのたとえそれを見る人がいなくなっても悪夢しか知らないのねこの杖を握りしめると 今でも母なる気を感じるの。ああ。あなたならできるわリリア。あなたは強くて素敵な夢の小鹿。お、大きな杖だってあるし、それで相手をコツンって。あ、でも痛くするつもりはないの。ごめんなさい。ダメだわ。とってもダメだわ。1、2、3、2、2の 3! 眠らずに見る夢は、なんて綺麗なのかしら。私は森にいるわ。ドアの使い方がわかるようになるまで。あくびっていうのは、眠る前に見せる笑顔なのよ。つ、つぼみを見ただけじゃ、どんな花が咲くかわからないのよ。わかった人間は、木が立っているって思ってるけど、本当は空に横たわってるだけなの。 木々のざわめきの中にいびきが聞こえるでしょまあ大丈夫なのいつもより光がうう早く走ればもっと自信が持てるかもごめんなさいうう覚悟なさいそのね夢さんしっかりつかま さこんにちは人間に会ったらちゃんと言わないと怖がっちゃダメゃごめんなさい今叩いたのは私でした見てほしいから花は咲くの私がいた森そう 《この庭には一本の木が生えているの大切な木が》《ニーコどうして人間は本当の思いを隠すの?》えっとそのお花に聞いた方がいいのかなみんなおやすみ》ねえそこのあなた聞こえますかいえあなたじゃなくてあなたの夢に話してるんです。 にしているとたくさんの音が聞こえる夢さんみんなは私のことを覚えてるかしらそれに目が覚めた時自分のことを忘れたりしないかしらごめんなさいごめんなさい心を眠らせるより頭を眠らせる方がいいわ胸の中で一番大きな音がするのは寂しさなの。 ここはつま先歩きで静かにって私つま先がない。囚われた夢は死んでしまうの。